免疫不全は感染症や癌と戦う免疫系の能力が低下しているか全くない状態を指す。免疫力低下、または免疫欠損とも呼ばれる。ほとんどの場合、患者の免疫系に影響を与える外因性要因によって後天的に発症する。外因性要因の例としては HIV 感染や栄養状態などの環境要因が挙げられる。 また、免疫不全は遺伝性疾患血管が原因である場合もある。ここでの例は重症複合免疫不全症である。臨床現場では、ステロイドなどの一部の薬剤による免疫抑制は有害作用である場合か、治療で意図した目的の場合のいずれかがある。そのような例として、臓器移植手術の拒絶反応防止策としての使用や、 自己免疫疾患のように免疫系が過剰に働いて苦しむ患者への使用が挙げられる。人によっては生まれつき免疫系に内因性の欠損がある、つまり原発性免疫不全症を持つ。あらゆる種類の免疫不全を患っている人は免疫無防備状態と呼ばれる。免疫不全の人は誰もが発症する可能性のある通常の感染症に加えて 特に日より未感染症に脆弱であると考えられる。また、免疫系が体内の細胞をスキャンして、主要細胞を死滅させる、主要免疫監視も低下する。実際には、免疫不全は、複数の要素に影響を及ぼすことが多く、その代表例は、重症複合免疫不全症や、抗天性免疫不全症候群である。原発性免疫不全と続発性免疫不全の、 区別は、それぞれ、原因が免疫系そのものに起因するのか、それとも免疫系の支持成分の不足や外部因子の減少によるものかに基づく。原発性免疫不全症を多くの気象疾病は、小2期以降の感染症にかかりやすいことを特徴としている。原発性免疫不全症は、先天性免疫不全症としても知られる。これらの疾患の多くは遺伝性であり、 常ね染色体劣勢または X 連鎖性である。原発性免疫不全症候群は95種類以上が確認されており、一般的にリンパ球や下流球など機能不全に陥っている免疫系の部位によって分類されている。原発性免疫不全症の治療は、その欠損の性質によって異なり、抗体の注入、長期にわたる抗生物質の投与、 幹細胞の移植を伴う場合がある。抗体機能の欠如及び障害という特徴は、X 連鎖部、ガンマグロブリン血症や、分類不能型免疫不全症などの病気に関連する可能性がある。続発性免疫不全症続発性免疫不全は、抗天性免疫不全とも呼ばれ、様々な免疫抑制剤や、例えば栄養失調、加齢、特定の薬剤、 水銀などの重金属、農薬や、スチレン、ジクロロベンゼン、キシレン、エチルフェノールなどの石油化学製品などの環境毒素に禁する可能性がある。薬物療法の場合、免疫抑制という用語は一般に、免疫系の機能を低下させることによる有益作用と潜在的な有害作用の療法を意味し、免疫不全という用語は一般に、 感染症のリスクが高まるという有害作用のみを意味する。多くの特定疾患は直接的または間接的に免疫抑制を引き起こす。これには多くの種類のがん、特に骨髄や血液細胞のがんやある種の慢性感染症が含まれる。また、免疫不全は人免疫不全ウイルスによって引き起こされる高天性免疫不全症候群の特徴でもある。 HIV は、少数のヘルパー T 細胞に直接感染するほか、他の免疫系の応答も、間接的に障害を引き起こす。貧血、甲状腺気用低下症、高血糖など、様々なホルモン疾患や代謝疾患も、免疫不全を引き起こす、可能性がある。また、喫煙、アルコール依存症、薬物乱用も、免疫応答を低下させる。 免疫不全症候群の中には、臨床的にも研究室的にも自己免疫の特徴を示すものが多数ある。これらの患者では、感染症を除去する免疫系の能力が低下しているため、免疫系の永続的な活性化が原因となって、自己免疫を引き起こす可能性がある。例えば、炎症成長疾患、自己免疫性血小板減少症、および、 自己免疫性向上腺疾患など、複数の自己免疫疾患が見られる、分類不能型免疫不全症がある。常染色体劣性の原発性、免疫不全症である、家族性血球、鈍色性リンパ組織急症も、別の一例である。これらの患者では、赤血球、白血球、血小板の血中濃度の低下、発疹、リンパ節主張、肝臓や、 脾臓の主張がよく見られる。パーフォリンの欠如により、複数の不明確なウイルス感染が存在することが原因と考えられている。X 連サブ、ガンマグロブリン欠症では、慢性及び再発性の感染症に加えて、関節炎、自己免疫性、溶血性、貧血、胸皮症、および I 型糖尿病などの多くの自己免疫疾患が見られる。慢性肉芽主性疾患でも、 細菌や、心筋の感染症の再発、腸や、肺の慢性炎症が見られる。CGD は、高中級によりニコチンアミドアデニンジン・ヌクレオチドリン、サンオキシダアゼの酸性が低下することで発症する。ラグヒック型変異は、多発血管炎性肉が主症や NK、T 細胞リンパ腫の患者に、一般的に見られる、自己免疫疾患である、小中線肉が主症の患者に見られる。 ウィスコット・アルドリッチ症候群の患者は、失神、自己免疫症状、再発性細菌感染症、リンパ腫なども併発する。自己免疫性多先生内分泌不全症、患者症外肺瘍ジストロフィーでは、臓器特異的な自己免疫症状と、慢性粘膜皮膚患者症など、自己免疫と感染症が共存している。最後に、胃が血損症は、 自己免疫現象及びアトピー性現象の発症と関連することもある。免疫不全の原因はその疾患の性質によって異なる。原因には遺伝的なものと栄養失調や劣悪な衛生状態による後天的なものがある。一部の遺伝的原因については正確な遺伝子が分かっている。可能な治療法には感染症の治療と免疫系の強化という二つの 方法がある。トリメトプリム、スルハメトキサゾールを用いたニューモシスチス肺炎の予防は免疫無防備状態の人に有効である。1950年代初頭、原発性免疫不全症の患者に対し、医師は免疫クロブリンを筋肉内注射していた。IJ 補充療法は皮下投与、または静脈内投与のいずれかで注入可能であり、患者によって異なるが、 約3から4週間は i g レベルが高くなる。予後は疾患の性質や重症度によって大きく異なる。早期に死亡する欠損もあれば治療の有無にかかわらず死亡率や罹患率が低い障害にわたる疾患もある。新しい幹細胞移植技術は衰弱させ致命的な遺伝的免疫不全に対する遺伝子ベースの治療につながる可能性がある。 後天性免疫不全症の予後は、原因物質、または病態の回避や治療によって様々である。ありがとうございます。